こんばんは。プロスペース半年放置してしまったクミと申します。本日もよろしくお願いいたします。今日もやっていきましょう。月曜日ということでリーグのね結果から見ていきます。よし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 。お、思ったよりいいですね。まあ1位は取れなかったんですけど、はい、今回は3位ということで、3に通過しました。このままストレートで9までいけるかな、8まではいけると思うんですけどね。9までいきたいですね、とりあえず。そしていつかは覇王を目指しましょうということでやってまいりたいと思います。今日したかったのはこのリーグの報告と、あとですね、無料ガチャが来ておりますね。あと最強決定戦か、まあ、最強決定戦はまあエントリーだけはするんですけど、オールスターですもんね。今日はこれです。テレビ CM 記念の10連スカウトを引いていきたいと思います。ちょっとね今日ねログインもしてなくてね、どうしようか。とりあえずエナジーとそうで、まあエナジーもねもうセレクション引いちゃったんでないんですけれども、まあやっていきましょう。いやーきついものがありますな。まあ頑張りましょう。ここからはね降格権がありますね。はい、ということでじゃ あやっていきます。もうね2022年シリーズ1なら誰でも嬉しいみたいな感じですね。今んとこ一人だけ引いてる状態なので、もうほぼニューなので、まさかここで被らないとは思うんですけども、セレクションのガチャを引いた時に巨人のポランコ選手だけ引いたんだけど、まさかここで引き抜かないと思うんで、引き当てないと思うんで、はい、ポランコ選手以外で、お願いできればと思います。はい、まあ、私半年お休みしてたんで、お休みしてた人には甘い引きがあるとかないとか聞くのでね、ちょっと楽しみにやっていきたいと思います。まあ、セレクションはまあ、よしよしよし、そこまで超素晴らしい引きっていう感じではなかった、まあ、ぼちぼち上々っていう感じだったんですけども、まあ、嬉しい引きだったけど、セレクションは確定分しか来なかったって感じですね。60連引き、よし、これどう、もうちょっと覚えてないんですけど演出はね。いや、そう、でもなんかそのコナミからそのご褒美というかお帰りスペシャルみたいなのがもらえるのは、なんかもう1年ぐらい休んでないと、半年たかが半年ぐらい休んだだけじゃなんか大して神引きさせてくれないんじゃないかみたいなコメントもあったんで、どうなんですかね。でも演出バリバリ出てましたけども、どうでしょうか。さあ、これ 2枚はどうですか。結構私ねこういうガチャね2枚引いてたんですよ。無料ガチャで、無料ってほんと確定分しかくれないよねって思ってたんですけど、なんか今日ちょっと重い気がする画面が。あー、かっこいい、カツオさん、この写真かっこいい。でもなんか確定しかくれなそうな雰囲気バリバリ出てるけど、お、来たよ、2枚じゃん。いやー、木下選手今青だったから一瞬期待したけど、ドラゴンズ、まあセリーグ来てますね。木下選手は、まあ、A ランク持ってないんですけど、でもキャッチャーはね何かと困ることが多いので、ありがたいですね、キャッチャー枠。はい、ありがとうございます。そもそも私今キャッチャー取れた、森選手か、森友哉選手の今ベスト9タイトルホルダー育ててるみたいな感じですね。もう1枚いただけるということでよろしいでしょうか。見てまいりましょうか。今のところ、あ、でも全部だ、今のところ復帰してから全部セリーグですね。サトテルさんと今永選手ですもんね、うん、でポランコ選手なんで全セリーグなんですけど、どうでしょうか。はい、っていうとねパリーグ来ますよね。浅間選手、青見えると期待しちゃうんですけど、ここは初復活後初パリーグということでいただきました。今のとこ厳突がな、厳しい選手が多いですね、うん、この半年間もやってればね A ランクとかね S ランクとかもうちょっと集まってたんでしょうけれども、まあ、でも嬉しいですね、無料ガチャで2枚はありがたい。はい、ということで、まあ、これからもねぼちぼちやっていきましょう。累計ねちょっとどうなるか分かんないですけど、ちょっとエージェントエース私終わるのかちょっとすごく怪しいですが、はい、まあ、引けるところは引いていきたいと思います。この前のラビリンスはちゃんと累計回収しておりますよ。はい、ということで、では、本日は今日はまあこれ引くだけということでこの辺でおしまいにしようかなと思います。最強決定戦のオーダーはですね、前回前々回か紹介したリーグオーダーを多分そのまま貼り付けただけっていう感じなんですが、どうかな。まあ、いつも参加してるだけなんで、まあ、記念参加ということで、今回もね休み明け参加しますということで、じゃあ今回はこの辺でおしまいにしようと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はこの辺でバイバーイ。おつくみ。